本日は OL70 番川出康平選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。雨の中42-0で勝利を収めました。今日の試合を終えて感想をお願いします。本日無事勝利することができたんですけど、まだプレーの精度とかそういう部分がまだまだ甘い部分があるので、次の試合からそういう部分を見直してやっていきたいと思います。はい、次節に向けての意気込みをお願いします。次節はもっとオフェンスラインでチームを引っ張っていって、チームの勝利に貢献できるように、していきたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。